こんにちは、加藤です。今日はですね、山の中の公園に来てみました。はい、ここはですね、吊り橋が、ちっちゃい小川なんですけれども、吊り橋がかかっているんですね。で、今日はこの吊り橋の周りで、構図を考えていきたいと思います。ちょっと吊り橋渡ってみましょうか。こんな感じのところです。結構しっかりした作りで、ちょっと前まで少し壊れてたみたいで補修中なんて言って通行止めになってたんですけれども、綺麗に修繕されているようです。川自体はね、そんな大きくないっていうかね、ちょっと飛べば渡れるような1メートルもないような狭い川幅の、小川っていう感じなんですけど、もともとここはですね、こんな風に整備される前は、沢というかね、沢ガニとか、サンショウウオとかが住んでるような、そういった感じの、山の中の渓谷だったんですけれども、整地して公園作ったら、ちょっと水がね、濁ったようです。橋を渡って、階段を登ってきました。今ちょうどここは、多分エゴの木だと思うんですけれども、これ花、満開なんですね。で、なんとなく音聞こえますか、このブーンっていうかウォーンみたいな。聞こえてるかな。これね、蜂がすごい大量にいるんですよね。クマンバチだと思うんだけど、その蜜を吸いに大量に来ています。すごい量ですね。こんな感じで、うなりを上げてる感じですね。あんまり近づくと危ないんで、向こうにもちょっとね、木があるんで一回りしてみようと思います。これもそうですね、エゴの木で、エゴの木よく見ると結構な量の蜂が蜜を吸いに来ている。映ってるかな。ね、ちょっと蜂の羽音が聞こえると思うんですけど、クマンバチだけじゃなくて、マルハナバチかな、他の丸っこいハチも来てるみたいですね。それにしてもすごい数ですね。10匹や20匹じゃない。ここぞとばかりに蜜を集めてる、大忙しな感じです。最初このうなる音が何なのかなと思ったんだけど、どうやら蜂の羽音が集まってしてる音ですね。はい、一箇所目の構図というかポイント、こんな感じで設定してみました。どうでしょうか。ちょっとフレーム書いてみますかね。一応ここ橋、吊り橋の支柱が手前奥、ここはどうだ、ここんどうなってんだ、ここと、ここですかね。ここが、ここは繋がっていて、
こんな風にワイヤーが伸びている感じですね。こんな感じですかね。でここが端で、ここが手前の土手というか、ちょっと石積みが見えている。で向こうの土手がこの辺ですかね。こんな感じで、ポイントはね、ここちょっと隙間、向こうが見えている、ちょっとこう勾配になってるんですね。でその向こうは、これ車道なんですけど、手すりがあったりして、あとは向こうの山と。ちなみにこれは手前に覆いかぶさっている桜の木の枝ですね。はい、こんな感じで、一応ね、この今回のこの構図の狙いは、まあ、橋を斜め下から見上げるような感じで、ちょっとこう迫力を出したいなと。とあと、手前のこの丘ですね。丘みたいな、ちょっと勾配のある、手前から奥へ向けてこんな風な勾配があって、川は自体はちょっと見えないんですけれども、この辺がその、まあ、子供が遊ぶように綺麗にこう芝とか植えてあるみたいなんですけど、で向こうのこれ斜面、手前があって中景、真ん中、ここが橋の下の部分ですね。で後ろ円形みたいな、まあオーソドックスな構図なんですけれども、橋の迫力が結構表現できるような構図1ではないでしょうか。何箇所かね、この橋周りで、ポイントになりそうな構図、こんな構図捉え方ありますよみたいなのね、何箇所か撮っていこうと思うんですけれども、まず1箇所目はこんな感じの場所、狙いとしては、パースのついた橋、そして手前のこの石垣ですね。この石垣の表現が結構この部分ですね、面白いかなと。で、この辺りからちょっと色が変わるんですよね。ここが木による日陰、今日はまあ曇り空なんですけど、でこの辺りがちょっと白っぽく明るく、これ日向ですね。この辺日向、こんな感じの日向です。ここっていうか、こっからこっちがこう日陰みたいなね、手前にこう日陰になるところがこうある。で円形にもこう暗いパート、ここですね、暗いパートがあるんですが、この辺りは光が当たってる。そんな風にね、暗い、真ん中明るい、奥に暗いっていう、ちょうどサンドイッチ状の手前から奥へ向けての構成になっていますっていうのがね、面白いかなと思いました。まずは1箇所目こんな感じでどうでしょう。次行ってみようと思います。次行こうと思ったんですけれども、ちょうどね、曇り空から雨が降り出しちゃったので、今日のところはここまで。また後日改めて撮ろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。